階段アミーゴ。びっくりで思い出したんですけど、ちょっと今のでちょっといいですかね。はい。いや、いや、これは僕久々に聞いて、うん、経験したくないなって話を聞いたんですけど、うん、その女性から聞いたんですけど、その人の体験談じゃなくて元彼が結構体験するタイプで、いろいろ話をしてくれた中で、その話僕一番嫌ですねって言った話があるんですけど、うん、何かというと、その元彼さんがもともとラーメン屋の店長らしいんですね、うん、で場所というのが東京のとある大きい商業施設の中のラーメン屋なんですよ、うん、でラーメン屋閉まるときにまだ商業施設自体は開いてたんで、ちょっともう閉まってますよってアピールするために、こうシャッターを半分だけ下ろして閉店作業するっていうんですね。そのうちに商業施設も閉まると、でシャッターも完全に閉めて裏口から帰るっていうことらしいんですけど、ある時そのお店をまあ閉めました、半分だけシャッターを閉めてます、で閉店作業をしてると、その商業施設の方からクツン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 って足音がするんですよ。あ、まだ人いるんだなと思ったんですけど、閉まなくなってるってですね。これ明らかにもう商業施設も閉まってる時間帯なんで、人が出歩くわけないんですよ。でも足音がするんですよ。でも、まあ、警備員かなと思って気にしなかったっていうんですね。で、これがその日から毎日するっていう、その足音が。で、だんだん気持ち悪くなってきたんですよね。で、音もだんだん近寄ってきたような感じがして、ある時またやってると足音したんですけど、今度はもう、すごいシャッター側の方を歩いてるらしくて、足が見えたっていうんですよ。女性の足なんです。明らかに警備員じゃないんです。それが自分の店の前、明らかにもう商業施設閉まってるのに中を歩き回って自分の店の前を歩いてって去っていくんですよ。気持ち悪いんですよね。ただ確認したくないんですよ、怖いから。まあなんだって感じ、見たくなかったんですよ。しばらく放置してたっていうんですが、これまたある日なんですよね。もうその時にはすっかり慣れっこだったらしいんですが、シャッターを半分だけ閉めてます、商業施設の中ももう閉まってます、閉店作業をしてるとカツン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 足音がするんですよ。で、わあまた来たと思ってパッて見たら、カツンカツンカツン止まったって言うんですよ。えっと思ってシャッターの方を見ると、足がそこに止まってるんですよ。えっ、なんで立ち止まったんだろうと思って、その足じーっと見てると、また足音がカツン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 って鳴ってるんですけど、足は止まったままなんです。足音だけが鳴ってるんですよ。えと思ってカツンカツンカツン、足音がする方向をずっと見てたっていう、姿は見えないけど、でカツン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 、ちょうどシャッターの端っこの止まったんで、そこをじーっと見てたら、そこから上半身の毛がブワーッと覗いてきたらしいんですよ。うわーってなって、すぐさま裏口から逃げて、しばらく店に戻れなかったって言って、もうその日以来もう締め作業が怖くてしょうがなかったんですけど、それっきり何もないんですよね。でも上半身だけ見えるって、じゃあ足は置きっぱだったのとか、いろいろ考えて、ずっと怖いんですって話を聞かせてもらいました。うわ、何それ。